気温や湿度が徐々に高くなってくる季節、暑い中マスクをしていると熱気がこもったり喉が渇きづらくなったりするそうです。こまめな水分補給にも気をつけていきましょう。今週のいなチャンネルはご覧の内容でお送りします。伊那市創造館では4月8日より休館していましたが、5月18日より通常通り開館し利用を再開しています。学習室の席数を減らし、利用者の皆様へは入館の際、手指消毒、マスクの着用、連絡先の記入を求め、感染予防対策を行っています。そこで伊那市創造館では、自宅で伊那市の地質や歴史に触れてもらおうと、ある体験教室が行われているんですよね。はい、それは自宅でできる体験教室、アミデコストーンです。伊那市は日本にある岩石の大半を見ることができ、また恐竜時代に生きた1億2000万年前のアンモナイトなどの化石を見ることもできます。そんな伊那市の特徴ある石をカラフルな紐で編みくるんでアクセサリーにしたものがアミデコストーンです。最初は難しいかもしれませんが、慣れるととっても簡単にできます。必要なものは100センチほどの紐4本、スチレンボード、プッシュピン1本、セロテープ、3、4センチほどの石1個、カラビナ1本です。編んで結んで、手順は4つです。平結びをして輪にして固結び、石を包んで最後に固結びして完成です。材料を揃えるのが大変という方もご安心ください。創造館では手軽に体験できるようにアミデコストーンキットを用意しています。紐やカラビナが入っていて1セット200円で販売しています。石はご自分でご用意ください。欲しいという方は創造館までお問い合わせください。郵送でも対応することができます。実際に販売されているキットの中には、こんな石を見分ける用紙っていうのも入っているんですよね。はい、伊那市ではとってもたくさんの種類の石を拾うことができます。ぜひ石の勉強もしていただけたらと思います。じゃあそんな石の勉強する中で集めていった石を用いてアミデコストーンを作ることができるかなと思うんですが、はい、丸っこくって3、4センチぐらいの大きさの石が一番適してます。じゃあ、初めてやるということで、はい、こういう丸っこくていられたくて、それいいと思います。はい、やりやすい石で体験してみたいと思います。でまずは平結びというこちら の, 作り方を見ながら言ってください。はいはい、まず一番左の色のついた紐を折ってきます。はい、で右端の紐をその上に置きます。はい、その上に置く。はい、で一番下を通って、はい、今作った左側の輪っかの下から抜きます。新紐を押さえながらキューッと、はい、はい、そしたら今度反対側、右側を折ります。反対側なんですね。で一番左の紐を上に置いて、はい、上に置いて下を通って、はい、右の輪っかから抜きます。はい、もうこれの繰り返しです。あ、同じ力で、はい、引き締める感じで。あ、はい、そうしないとこうデコボコする感じ。そうなんですね。ループになるところが長さができればそれで大丈夫なんですね。はい、なのでもうセロテープ外してもらって、はい、平結びした部分を半分に折ります。はい、でもギューッと根元のところでギューッと結ぶ。うん、糸を4グループに分けていきます。はい、で色違いで2本ずつ分けてみてください。はい、右側にある糸を上にして、はい、右側にで結びます。
でキューッとプッシュピンのところで結んでいただいて、はい、今度は左側の糸を上にして、はい、左側と上で同じところでキュッとキュッと結んでいくのがポイントです。結構緩むのでギュッと結んでいくのがポイントですね、はいはい、で同じあのプッシュピン使うんですけど同じ穴でやると長さが揃うので、あ、はい、うん、そしたら4できましたね、はい、そしたら次に結ぶところにピンを打ってきます、はい、このピンを打つところは、はい、もう石の大きさによっても場所が違うので、はい、様子を見ながらあの大きい石だと広めにとっても大丈夫で、はい、ちっちゃい石だと、はい、あの狭めに、あ、落ちないように、落ちないように取っていきます、はい、でこうやってあの途中入れながら、はい、様子見ながら結んでいくといいですね。あ、そうですね、うん、石が包めたら最後の片結びです、はい、石を収めて、はい、で結び目作るところでギュッと持っていただいて、はい、で根元に片結びを、そしたら最後は好きな長さに切っていきます、はい、こちらちょっとハサミがこんな感じですかね。これで出来上がりです。最後カラビナつけてください、はい、うん、素敵ですね持ち運びもできてストラップになりますね、うん、はい、完成してみて一度コツをつかむと楽しくて熱中してやってしまいますね。そうですね、あの伊那市のホームページの方で作り方の動画もあの公開してますのでぜひご覧ください。伊那市公式ホームページでストーンと検索、もしくは YouTube にてアミデコストーン伊那市創造館と検索していただくと動画を見ることができます。手元を映しながら紹介しているのでとても分かりやすいですよ。必要な材料を揃えて自分だけのアミデコストーンをお家で楽しみましょう。作った作品の画像をメールで創造館までお寄せください。あのホームページで紹介します。とても可愛くて簡単に作れますのでぜひ皆さんも挑戦してみてください。5月25日にすべての都道府県の緊急事態宣言が解除されました。当面は新型コロナウイルスを意識した生活が必要となります。飛沫防止のため症状がない場合でもマスクの着用をしましょう。そして人との間隔はできるだけ2メートル空けましょう。また手洗いは30秒かけて水と石鹸で丁寧に洗いましょう。日常生活の中では密閉、密集、密接、3つの密を避けること、お家でのこまめな換気、そして毎朝の体温測定、健康チェック、発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養するなど体調管理が重要です。一人一人の行動で感染拡大を防ぎましょう。新型コロナウイルスに関係して中止または延期となっているイベントはご覧の通りです。伊沢修司記念音楽祭も中止が決定しています。イベントや市内施設の対応について伊那市公式ホームページに詳しく掲載していますのでご覧ください。続いて山小屋の営業についてです。
ご覧の山小屋について利用者の感染防止や従業員の安全を確保するため2020年の営業を行わないこととしています。合わせて登山口へ看板を設置したりホームページでも案内したりするなどして入山の自粛をお願いしていきます。また北沢峠行きの市営林道バスの運行、林道バス横の川柳荘の営業についても行いません。ご理解とご協力をお願いします。続いて再開する施設についてです。羽広農業公園見晴らしファームは一部施設を除き営業を再開しています。また閉鎖していた見晴らしの湯、桜の湯については6月5日金曜日から営業を再開します。営業時間は午後1時から午後8時まで、食堂や売店の営業は行いません。施設の再開にあたってマスクの着用や手指消毒など感染防止策にご協力をお願いします。続いてお知らせです。文化交流課から信州伊那清月俳句大会のトーク募集についてお知らせします。清月は幕末から明治初期に伊那谷を放浪し多くの名句を残した俳人です。募集期間は7月8日水曜日まで、トーク料は3句1組1000円、高校生は無料です。例年6月上旬に締め切りとなっていましたが、新型コロナウイルス感染症を考え締め切りを1ヶ月延長しています。トーク用紙をご希望の方は文化交流課までご連絡ください。また郵送でのトークに加えオンライントークも募集しています。オンラインを利用したトーク方法は伊那市公式ホームページでオンライントークと検索していただき、第29回信州伊那清月俳句大会オンライントーク募集のページへお進みいただき、必要事項とご自身の作品を入力してください。その後3営業日以内に必ずトーク料を納めていただきますようお願いいたします。ご入金が確認できない場合には無効となることがあります。この機会に清月を忍び俳句に触れてみませんか。多くの作品をお待ちしております。伊那市役所ではおよそ600人の職員が働いています。6月にはまた詳しい募集要項などが発表されますが、実際に働いている職員にやりがいなどをインタビューしました。来週は職員に聞く伊那市役所の本当のところなどをお伝えします。それではまた来週。